ミス・ペレグリント、奇妙な子供たちは2016年にアメリカ合衆国で制作されたダークファンタジー映画。2011年にランサム・リグズが出版した同名小説を原作にティム・バートン監督、ジェーン・ゴールドマン脚本で制作された。出演は、エヴァ・グリーン、エイサ、バター・フィールド、クリス・オダウド、アリソン・ジャニー、ルパート・エベレット、テレンス・スタンプ、エラ・パーネル、 ジュディデ電池、サミュエル・エル・ジャクソンほか、撮影は2015年2月に、ロンドンやフロリダ州タンパベイエリアで開始された。2016年9月25日に、テキサス州オースティンで開かれたファンタスティックフェストで、ワールドプレミア上映が行われ、同9月30日に20世紀、フォックスハイキューで全米公開された。日本公開は2017年2月3日。 フロリダ州に住むエイブ・ポートマンは子供の頃にはモンスターと戦い第二次世界大戦のマナ・カワエルズにあるミス・ペレグリンと奇妙な子供たちが暮らす家で過ごしていたことを孫のジェイクに何年間も話し続けていたその家の女主人であるアルマ・ペレグリンは奇妙な子供たちを養っていたが子供たちはそれぞれが特殊な能力を持っていたというその後16歳となったジェイクは 祖父のエーブから電話を受け、アルバイト先の薬局の管理者であるシェリーと共に祖父の家に向かうが、そこで両目がなくなった状態のエーブを発見する。エーブはケーンホルム島へ行き、1943年9月3日のループへ行け。そうすれば鳥が全てを教えてくれるとジェイクに言い残し、不可解にもなくなってしまう。シェリーは銃を持って、 ジェイクに加わると、祖父の話に出てきたモンスターが彼女の後ろに出現する。ジェイクはシェリーに対して後ろを撃つように伝えるが、彼女にはそのモンスターは見えず、そのままモンスターは消えてしまう。精神科医のゴランからの後押しや、ミスペレグリンから A 部の誕生日に送られた手紙の発見で、ジェイクと彼の父であるフランクはケンホルム島へ向かうことにする。しかし二人は、 子供たちの家が1943年9月3日に、ドイツ空軍の空襲を受けて破壊されていたことを知る。ジェイクは失望して、父親と共に泊まっていたパブに戻るが、翌日もう一度行ってみると、森の奥に古めかしい屋敷を発見し、奇妙な子供たちに迎えられるのであった。以下では日本語版公式サイトも参照した。奇妙な大人奇妙な子供たちワイトたちブラックプールの、 遊園地に訪れ、フォローに投げられた骸骨を受け取る人物として、ティム・バートン監督が、仮名を出演している。2011年に出版されたランサム・リグズの小説、ミス・ペレグリンと奇妙な子供たちの映画化権は、20世紀フォックスによって、同年5月17日に買い取られた。また、ピーター・チャーニン、ディライ・クラーク、ジェンのトッピングの所属する、チャーニン・エンターテインメントが、 映画の制作契約にサインした。同年11月15日、デッドライン .com は、ティム・バートンが映画の監督を務めると報じ、チャーニー・エンターテインメントと共に、物語を本案するライターの確保にも関与することが明らかにされた。同年12月2日、ジェーン・ゴールドマンが脚本家として採用されたと報じられたが、この時点でバートンは審議を明らかにしなかった。 2014年7月28日、エヴァ・グリーンがタイトルロールのミス・ペレグリンを演じると報じられた。同年9月24日には公式オファーこそ行っていないが、バートンがジェイク役としてエーサ・バターフィールドに目星をつけたと発表された。また11月5日には、エラ・パーネル、バターフィールド両名の出演が決定したことが報じられた。2015年2月6日、 サミュエル・エル・ジャクソンがバロン役にキャスティングされたと発表された。テレンス・スタンプ、クリス・オダウド、ルパート・エベレット、キム・ディケンズ、ジュディ・デンチの出演は同年3月12日に発表された。撮影は2014年8月にロンドンで開始された。2015年2月17日、タンパベイ・タイムズが撮影の一部が フロリダ州で行われると明かした。フロリダ州タンパベイエリアでの主要撮影は2015年2月24日に始まった。フロリダ州での撮影はヒルズボロ軍、ピネラス軍などで2週間にわたって行われた。作品はバートン映画として1989年のシザーハンズ以来2作目のフロリダ州で撮影された映画となった。 撮影はこの後、イングランド・コーンウォールのケア・ヘイズ城や、ミニオンズ、ランカシャー・ブラックプール、ベルギー・アントワープにほど近いブラスハットに、映って続けられた。映画音楽は、マイク・ハヤムとマシュー・マージェソンによって作曲された。サウンドトラックは、2016年10月11日に、ララランドレコーズから発売された。エンドクレジットで流れる Wish ュ・ザ・ a t ワー u a r は、 フローレンスザ・マシーンによるものである。当初はダニー・エルフマンが担当することになっていたが、ガール・オン・ザ・トレインに専念するために断った。映画の公開日は当初2015年7月31日に予定されていた。公開日は2016年3月4日へ延期された。あと同年12月25日へと再延期されたが、 結局2016年9月30日に決定した。台湾ではこれより早い9月27日に公開された。日本公開は2017年2月3日。2017年1月25日現在、作品は北米で8720万ドル余り、他地域で1億9845万ドル余り、合計で2億8565万ドル余りの、 工業収入を上げている。アメリカ及びカナダではバーニングオーシャンと同じ日に公開され、週末には3522巻上映2500万ドルの工業収入を上げると予測された。作品は公開週の週末に2890万ドルの工業収入を得てランキング1位に踊り出た。初動の収入はバートン作品の中では2012年の映画、 ダークシャドウの2970万ドルにも匹敵するものだった。バラエティでは映画の制作費が1.1億ドルだったことを引き波の結果と評した。作品はロシア、フランス、メキシコ、オーストラリア、ブラジル、フィリピンで第1位に踊り出る最先の良いスタートを切り、マレーシアやインドネシアでも公開当初からバートン作品史上最大の成功を収めた。 韓国では520万ドルの工業収入を得て2位につけた。中国、イタリアでは2016年12月に公開され、日本では2017年2月3日に公開される。これに先立って1月30日に行われる日本でのレッドカーペットセレモニーにはティム・バートン監督が参加することが発表された。作品については賛否両論の評価がつけられている。 ロッテントマトズでは2017年1月27日現在198件のレビューがついており64%が支持、平均点数が10点満点中5.9点となっているメトクリティックでは43件の批評に基づいて100点満点中57点が付けられたイグノの批評家サマンサラドーイグは 映画に10点満点中7.2点,点をつけた上で、エンドクレジットの時までキャラクターについて、後を引くような疑問が残っていたが、映画の際だった、視覚効果は、理性的で、表紙抜けな、脚本を埋め合わせる助けになったと評した。ロサンゼルスタイムズのジャスティンちゃんは、疑いもなく、2007年に作られた、バートンの素晴らしい映画本案、スイーニートット以来最高の作品で、 ゴシック調の自由な想像力が成し得るものを、適切な焦点と統制の導入で見事に思い出させると評した。USA TODAY のブライアントライトは4点満点中3の評価をつけ、長年撮り続けたティーンエージャー向けのディストピアを描いたヤングアダルト映画を脱却し、バートンは再び冬代わりな映画を作る人間に戻ったとまとめた。セントルイスポストディスパッチのカルバン・ウィルソンも、 同様に4点満点中3の評価をつけた上で、バートンは、スイーニー・トット以来最も野心的で、魅力的な映画を世に送り出した。物語は、進むにつれどんどん複雑になっていくが、感動的なクライマックスには、十二分に価値があると述べた。ワシントン・ポストのマイケル・オサリバンは、4点中3点の評価をつけ、字に恐ろしく険悪におかしい、この作品のアイデアそのものは、 バートンの感性に完璧に適しており、これは若くて、ジョニー・デップより少しだけ、風変わりでないバターフィールドのキャスティングにも現れている、と書いた。ガーディアンのジョーダン・ホフマンは、5点中4点をつけ、作品は、ティム・バートンの実写映画として、ここ20年で最高の作品だと評した。リールビューズのジェームズ・ベラーディネリーは4点中3点をつけ、全般的に言えば、 少し長い印象で、急ぎ足のラストには苦しんだが、ミスペレグリンと奇妙な子供たちは新鮮で、魅力的な冒険感で、見る人すべてに訴えかけることだろうと思うと述べた。ニューヨークタイムズのマノーラ・ダーギスは、肯定的な批評を寄せ、物語はひどく込み入っている。1943年や、現代にほど近いところで迷子になってしまうかもしれない。それでもこれはほとんど問題にならない。 バートンの細部やトーンの浮き沈みに向けられた昼や、子役たちと作った繊細で静かな作品は、それぞれ自由な想像力に、新しい転換点を与えるものだと書いた。エンターテインメントウィークリーのレバン・コガンは、B マイナスの評価をつけ、映画は中身を凌駕したスタイルを選び、子供たちのキャラクターを具体化せず、その力がどれだけ素敵か強調している。 バートンの最高傑作を超えるためには、彼の英雄的な変人たちに、もう少し心というものを加える必要がある。そして怪物たちにはより鋭い牙が必要だと述べた。こういった批評の一方で、ニューヨークポストのカイル・スミス、シカゴ・サン・タイムズのリチャード・ローパー、タイム・アウトのトム・ハドルストンは、映画に否定的な評価をつけた。スミスは4つ星中2つの評価をつけ、 無意味なのに贅沢だ。中略バートンは、個性のないヒーロー、生ぬるい恋物語、出来損ないの脚本をよこしてきたのかもしれないが、少なくとも、遊園地で巨大な触手を持った怪物と戦っている、骸骨の軍隊のシーンは、良い出来だったと評した。またローパーは4つ星中1と酷評した。ハドルストンは5つ星中2つと評価し、 ティム・バートン監督は映画を慌ただしくするのが好きなのだ。ビートル・ジュースやバットマンといった過去作を見てほしい。詳細な背景、奇妙な生き物、華麗な家具や複雑な衣装もない一つの枠組みを見つけさせられることだろう。彼の新作、ミスペレグリンと、奇妙な子供たちの問題は、脚本が何とも慌ただしく、ひどくわかりにくいということだと述べた。ありがとうございます。